根津ってもみちゃんです。今日ね、僕年末ということで一応奈良市にねちょっと里帰りしてるんですけども、まあ今回ですね、僕が愛するの奈良市のまあ里帰り Vlog っていうのかな、やろうかなと思ってます。イエイっていうことで、里帰り、里帰り Vlog、 Vlog ってさ、 Vlog しますって言っていいんかな、あんまり言わんかな、聞いたことないかな、あんまり言わへんか。でもまあ年末スペシャルということで、まあ奈良市をね楽しもうかなと思ってます。で今回ですね、まあ、奈良市さんのねその全面協力ということでね、まあ僕行ったことない店とか行きたい店とかもあるよね、うん、そこもちょっと巡るかなと思ってます。イエイイエイ。でまず最初はですね、この分かるでしょこれもう奈良公園、うん、僕の MTV のもうレギュラーよ。とりあえずね、やっぱりもう奈良市来たからに、ね、やっぱこのシカと戯れる奈良公園で遊ぶっていうのがもうすごいもう代名詞やからさ、ちょっと今回もシカと触れ合ってきます。イエイイエイ。早速いたでずっとおったわ、さっきから。こんにちは、こんにちは。無視こんな無視されることある？てこんにちはこんにちは。ちょっと後ろ行ったら、もうあれ出すしかないかもしれないわ。何？鹿せんべい。鹿せんべい、うん。来たよ、来たよ。急に来るよ。ちょっと待ってね、ちょっと準備するから、おじちゃん準備するから、ちょっと待って、ちょっと待って、早く早くあげて。とりあえずこれ食べれるらしいな、うん、食べれる食べれる、食べれるらしい、うん、はい、神めやばいやばい、やばい、来たよ、いっぱい来た、やばいやばい、急に来た。残り4枚で、うわ、足踏んでる痛い。ああすごい、これいや俺さ、うん、上げてる時にさ、うん、鹿に足踏まれてんけどさ、うん、結構重いな、ちっちゃい鹿でも。ああちっちゃいくても重いやろな。いやだったら鹿との俺の戦い、戦い。あ今回はお腹噛まれんでよかったやん、ほんまに。まあ、でも多分足踏まれてたから。鹿って結構乗ったら重いねんな。重いやろ、生きてんもん、必死やったね。でまだ近鉄奈良駅に戻ってきたけど、うん、もうこれやろ、やっぱりもう我がふるさとの場所、行基前、はい、ここがもう集合場所なんよ、うん、よくあれや、いろいろ集合場所って、うん、でなんかここの近くにさ、なんか大和牛を使ったすき焼き屋さんがあるよ、うん、ここめっちゃ来たいなと思って。おいしそう、行ってきますよ、うん。で今回ですね、まあ、近鉄奈良駅からすぐ近くの桃敷さんに来たんやけどさ、でここの店入った瞬間さ、めっちゃすき焼きのいい匂いしなかった？したね、そう、うん、一気にさ、なんか俺のさ胃袋をわしづかみしてたっていうか。めっちゃ今うまくない？うまい。で今回ね、ふるさと Vlog ということでね、僕のふるさとを巡ってるんやけどさ、やっぱふるさとってやっぱふるさと納税っていうのがあるんですよ。でこのふるさと納税についたら、ちょっとごめんなさい、ちょっと勘弁を読むんですいません。ふるさと納税とは、生まれた故郷とか応援したい自治体に寄付できる制度なんですよ。で手続きをしたら、寄付金のうち2000円を超える部分については、所得税の還付、あとは住民税の控除が受けられるんですよね。でさらに寄付金の使い道については、子育てに関する事業や文化財保護に関する事業などを自分で指定することができるんよ。だからいろんな使い道があるけど、まあ、それの中で自分で何に使いたいかを決めることができるんよね。地域の名産品などの返礼品ももらえる、かつ自ら寄付金の使い道を指定できる魅力的な仕組みなんですよ。だから返礼品ももらえるし、あとプラス自分でどういう風に使いたいかを選択することができるんですよね。これがふるさと納税なんですよ。で今回ですね、この桃敷さんにもふるさと納税の返礼品があるよ。それからですね、こちら。おめっちゃすごい、めっちゃ重いよね。でこれね、一応ね、大和牛っていうね、うん、もうこれすごい A4 ランクっていうめちゃくちゃ美味しい肉らしいよ。でこれ後で食べるんやけどさ、うん、一応桃敷さんのその野菜とかは、うん、一応ね奈良県産なんですよね、全部。へえ、そう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 。だからちょっと開けてみるで、うん、届いたらこんな感じ。おお、まだ神、まだ神やで。いくで、うん、こんなん、おお、すごい。でこれも一応ね、
ほら、奈良県産って書いてて、ヤマトマナ。すごいな。卵ね。卵とかも、うん、オリジナルブレンド米もあるし、玉ねぎもあるし、うん、さらにこんだけにもすごいな。うん、お野菜がびっしり入ってる。そう、一式。奈良県の全部やねんな、うん、ここに多分奈良県が詰まってるで。そうやね、うん、奈良県の弓がここに詰まってるわいやこれ開けるのちょっとなんか俺大丈夫、俺開けて大丈夫なやつ、うん、え、ちょっと誰かお母さんとか呼んでくる。なんでやねんちょっとお母さんとか呼んでくる。ちょっと行くで。うわーすげえ、やば、輝いてる。これもう見るからに分かるよな。やば、もう高いやつやん。いいやつやで、これは。いいやつやで、これは。いやこれちょっと今から食べるんで、うん、めちゃくちゃ楽しみ。いやこれ送られてくるのやばくない、ね、テンション上がる。これやばい、テンション上がるよな、うん、やってきました。うわ輝いてるな、すごい。なんかこのおしゃれなとこに乗せて。おしゃれなとこに語彙力や語彙力。でも一応ね、返礼品であるんで、うん、おお、うわ色すごいな、濃いね、すごいな、ほんまに濃い。うわすごい、うわすごい、ありがとうございます。うわ、すごい。こんなね豪華なすき焼き食べることないで、はい、いただきます。どうよいやこれさ、想像以上に柔らかい。びっくりしたね。そう、めちゃくちゃ柔らかいで、結構さあっさりしてるやん、うん、であっさりしてるからすごいなんか食べやすいお肉やしさ、うん、かといってこのタレあるやんか、タレがまた美味しいよね。タレ美味しいね、めちゃくちゃ美味しいし、うん、あと卵がめちゃくちゃまろやか、うん、こんなうまい肉マジで食ったことない。食べたことない。そう、やばい、うん、ほんまにうまいし、うん、結構ボリュームあるやんか、本当に美味しい。ねえ、ふねちゃん、あの脇でも食べた。え、脇でも、脇にもついたわ。ちょっとついちゃったでこれも一応返礼品のお米、うん、めっちゃ輝いてる。ついてるやつだ。そう、うん、めっちゃ輝いてるな。うん、美味しい。うまい、うん、どうする、家帰ってさ晩ご飯これやったらテンション上がるよな。いやこれ全部奈良県産やろ。そう、すごいな、全部奈良県産って。いやだから奈良県を心から愛する人はこれ頼んだらもう奈良県愛の塊が送られてくるで。キノコでか。これ白子？白子じゃない、キノコ。え、これキノコ？キノコ。うん、どう？美味しそうやね。めっちゃうまい。うまい。でちなみにですね、このふるさと納税の返礼品としたら、お肉 350g とあと 500g のすき焼きセットが送られてくるよ、うん、え結構多くない 500g って。まあ多いと思う。だいたい 2,3 人前と 3,4 人前から家族でちょうどぐらいじゃない。うん、そうやね。だから返礼品でね、ほんまにパーティーできるっていう。もうすきパーティーやで、すき焼きパーティー。すき焼きパーティー。あ、でも俺んちはすき焼きの次の日はお茶漬けやったから差がすごい。そう、差があるから、そのぐらいね、すごい豪華なんよ、うんうん、はい、じゃあごちそうさまでした。はい、めっちゃうまかったよな。で、じゃあ次さ、あの、うん、奈良の富雄っていうところに来たけどさ、うん、やっぱ奈良って結構さかき氷とかアイスが美味しいよ、うん、でそこで有名な超ジェラートの、うん、超ジェラート超ジェラートのお店があってさ、うん、それからここの三宅さんっていうお店、うん、ここすごくない？ここすごい、めっちゃ大きいね。これジェラートなんよ、寺とかじゃないよ。え、ここはお店だよ。お店なんよ、うん、すごい趣深くない？ね、やばくない？これほんまに、いやほんまに売ってるぐらいのすごい趣の塊やねんけど、ね、うん、行こうかいやすごいな。え、何これ、ポンシポンプやって。へえー、あ、ほんとだ、美味しそう。へえー、つか、え、すごくない、ここの空間やばない？やばない、やばくないこれ。あ、趣あるね、いいね、趣やん。これさ、うん、別にジェラートもいいけどさ、うん、え、普通にさ映え写真とか撮れそうじゃない？あ、確かにね。やばい、え、これアイスはそうやろ？
うん、そう。アイス屋さんだ。デザート、うん。え、ほんまにデザート屋さんだこれ。うん。なんかちょっと奈良県らしさあるよな、こういうところが。うん、じゃあちょっとジェラート食べに行こうか。これやって。お、いいじゃん、美味しそう。どれする？俺山本町行くわ。うん。名前がすごいかっこいいから。かっこいいし。私じゃあブルーベリー好きやからブルーベリーにする。なんかこのブルーベリーも一応奈良県のやつらしい、うん、美味しそう。この2つで僕さ、さ、うん、これ県内だけどさ、すごくない？すごいお屋敷いい。これアイス屋さんやろ。ジェラートでも売ってるの、うん、なんかおるし、なんか入れる。何これ？誰？武士がおる。そう、なんか俺よりちょっと身長低いわ。そう、俺よりちょっと身長低いと思う。ああ。ちょんまげの部分があるけど、俺もちょんまげつけたら多分高いと思う。俺の見て、ほら。これ高すごい。竹やで、竹、うん。竹見ながら食べるって。いいね。めっちゃすごいな。で、ジェラート買ってきました。はい。で、これやけど、奈良市の返礼品、うん、で、一番人気らしいよ。うん、今回ね、特に人気のものを持ってきて、例えばミルクとかやったら、牧場の搾りたての牛乳を使用したミルク風味豊かなジェラートらしいよね。で、コトカっていうのがあってさ、これも奈良のブランドの一部のコトカを使用して、ジェラートの甘さと甘酸っぱさが相性抜群らしくて。うん、で、俺今回、山本抹茶を頼んで、それがですね、奈良県産の高級抹茶、大和抹茶を使用、濃厚で上品な味わいって書いてて楽しみやね。めっちゃ楽しみ。あとね、ブルーベリーミルクとかもあって、うん、それがですね、奈良県産の無農薬ブルーベリーを使用し、まろやかなミルクと合わせてらしいよね。めっちゃ読むっていう食べてみるから後で、うん、それすごい楽しみで、これね、ちょっとここもごめんなさい読むんですけどもふるさと納税の返礼品には6個入りと12個入りが選べて、うん、定番の味5種と季節限定の味6種からランダムで届くらしいよ。へえ、どんな感じかな。めっちゃ有名やから、ここの有名やね、うん、調べて出てきた。しかもこれがもうめっちゃ人気らしいから、うん、ちょっと俺もやっぱりもう人気にはすぐにすがりつかないといけないから、ちょっとジェラートにちょっとすがりつくわ、ちょっとそう、ちょっとこびるわ、ちょっとジェラート、はいはい、じゃあいただこうか。はい、じゃあこの大和抹茶いただきます。はい、いいよねこれ。多分五重の塔と鹿かな、うん、かわいい。デザインめちゃくちゃいい、うん、おお、色濃いね、うん、ちょっと緑緑にね。どういうこと？すごい緑。じゃあいただきます。うまいに決まってる、これは濃厚。え、濃厚な、もう抹茶って感じがする、いいな。めっちゃ美味しい。なんだろうな、抹茶 の苦さもあるけど、うん、ちゃんとアイスの甘さがあって、うん、あ、苦味あるんや、いいな。ちょっぴりだけ苦味があるけど、うん、でもなんか甘さもあるからすごい食べやすい。めっちゃ美味しい。これ返礼品できたらテンション上がらへん？上がる。いや、それ。おぉ、入ってる。うまそう。うん。バニラも入ってて、ミルクか。ミルクとブルーベリーで、うん、ミルクのジェラートめっちゃ美味しい。ブルーベリーもね、ゴロッと入ってる、粒が。ほんまや、結構でかいね。で、今さ、俺冬に来てるけどさ、うん、冬アイスってよくない？うん、私冬アイス食べるの好き。で、俺さ、まあ、冬やしで、俺ずっとさ、うん、なんか冬の極寒の中で食べるアイスのことと思ってね、実はそうじゃなくて、冬のこのあったかい空間で食べるアイスが美味しいらしいよ。あ、そういう意味ね。これはカチンコチンになりながらめっちゃ体震えながら食べるアイスのことかなと思ってたからさ、それが違うかったらしいよ。拷問やん。でもここね、やっぱ冬アイスいいかもね、美味しい。うん、うん、はい、じゃあごちそうさんでした。はい。めちゃくちゃ良かった、これ。これもね、一応ね、返礼品として送られてくるから、めちゃくちゃおすすめです。で、ちょっとね、富山のあの、ジェラート食べてやっか。うん。で、やっぱ奈良県ってもう一個ね、奈良漬けがあるんよ。うん。で、この奈良漬けで、めちゃくちゃ有名な奈良漬け屋さんがあって、うん。それがですね、絶品奈良漬けっていうのがあるんですよね。うん。で、今回ね、そこもね、ちょっとね、食べに行こうかと思って。奈良漬け食べる、もこさん。うん、食べる食べる、めっちゃ好き。あ、そうなの、うん、俺、あんまり奈良漬けさ、食べたことないけどさ、うん、このね、年末を機に食べようかなと思って。食べたことないんや、あんまり。全然ない、本当に。で、俺の奈良漬け人生がここで変わるかもしれないっていう、すっごい大事な場面。あ、そうやな。ちょっと、行こうか。よいしょ。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。ここ、ちょっと有名な奈良漬け屋さんって聞いたんですけど。ありがとうございます。どのような商品ですか？はい。
うちはあのちょっとお子様でも食べやすい奈良漬けの入り口の商品を、はい、あの開発させていただきまして、はい、いろいろなお味があるんですけれども、はい、今日はあのちょっとアレンジもしてみたので、そういったものから召し上がっていただいてご説明させていただいてもよろしいですか。大丈夫でお願いします。すごい。当店の奈良漬けは、はい、こちらが一番あのオーソドックスなんですけれども、はい、甘口でお子様でも食べやすいように、はい、あの仕上げておりまして、はい、お漬物グランプリとか、はい、あのご飯のお供グランプリとかいただいた商品になります。ではいただきます。どうぞ。うん。どう。確かにすごい食べやすい。食べやすいよ。へー、うん、めっちゃ美味しい。美味しそう、うん、なんか奈良漬けってさ、うん、なんか大人のなんかイメージがあるやんか。あー、まあまあまあ確かに味的なイメージがあるけど、うん、めちゃくちゃ食べやすい、めっちゃ美味しい。これはお子様でも、お子様でもでもすごい食べれる、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。今度はね、あのピザトースト風にした分なんですけれども、こちらですね、はい、こちらはマヨネーズとケチャップをちょっとひいて、その上にエビ奈良漬けうん、チーズが美味しそう。チンしたね。うわ、でも合うわ。美味しそう。美味しい。だから奈良漬けにさ、トーストってなかなか聞かないよ。うん、初めて知った。うん、めっちゃ美味しい。うん。良かったです。次、あの塩だれで、これがちょっとなんか油っぽいっていうお客様が多かったので、うん、あのちょっと女性向けにお酢を入れてさっぱりとしたあの味付けにした、うん、あの塩だれ味のエビ奈良漬けを作りました。お、うまい。うまい。めちゃくちゃさっぱりしてる。やっぱさっぱりやんね、塩だれやから。だから確かに奈良漬けのイメージが確かに覆ってる今。そう、なんか試食とかで食べたりするけどさ、ほんまにちょっとお酒の味とかもちょっとしたりしてるし、うん、まあまあ、イメージがあんねん。奈良漬けやからね。そう、うん、俺あんまりそうお酒飲めない人間けどさ、うん、この奈良漬けはめちゃくちゃ食べれる。めっちゃ美味しい。ちょっと、まあ、いただきます。奈良漬けやからこそなんか美味しさがあるっていう感じがする、うん、めっちゃ美味しい。こちらは、甘いわ、さっぱりしすぎやわっていう声があったので、ちょっと辛いのを作ってみたんですけど辛いのは、味噌仕立てになってます。あ、なるほど。で、スパイスの唐辛子は、はい、桜井にある唐辛子農園の唐辛子をふんだんに使ってますので、はい、あの辛いんですけど、旨味うま辛という感じで、後からピリ辛が来るので、はい、それもお楽しみいただきたいと思います。うん、これはちょっと辛さがある。確かに舌に残る辛さがピリッとピリッとする辛さやけど、うん、ちゃんと味噌の濃厚な味もするからめっちゃ美味しい。ただ結構好きな人好きと思う。あ、辛いの好きやったら好きと思う。そう、辛いの好きな人好きと思う、うん、これは季節の野菜味噌で奈良味噌っていうのを入れてるんですけど、はい、こちらはあの季節によって中身が変わるんですけど、今はひも唐辛子で、あとまはちょっとだけあるんですね、はい、でこれはあのナダマンさんっていうレストランの、はい、あのコース料理と仕出し料理で使っていただいた、はい、ちょっと、はい、あのかなり好評だったお味噌です、はい、でこちらに載ってます。うん、一番飲んでたこのさ、奈良味噌やけどさ、うん、なんか辛味っていうかは、うん、ちゃんと味噌の旨味が出てるわ。あ、そうなんや。そう、これもまた美味しい。これシュリアンのやっぱりいいよね。どれかなんか推しできるみたいな。あ、確かに、うん、お気に入りよね。何推しかとかできる。俺結構塩だれ推しやな、こんなんやったら。塩だれグッズあったら多分買うと思う。グッズ売ろうかな。でも必ず塩だれグッズ売れたら。塩だれ味せえへんね。グッズは。こちらの今日は鶏肉に合わせたんですけれども、ペッピンドレッシングって言って、はい、木桶醤油ってご存知ですか？いや、初めて聞きましたね。木桶の樽で、はい、1年かけて熟成させて作るお醤油なんですけれども、五泉にある片上醤油さんっていう醤油を使わせていただいてて、はい、その醤油とあと当店 の、 あの、はい、使ってる千代酒造さんの酒粕を練り込んで、はい、ドレッシングに仕上げたものです。でこちらを今日はこの鶏肉にかけてます。あ、ちゃんと味が、うん、奈良漬けのしっかりしてる。美味しい。ドライ奈良漬けといって、乾燥した奈良漬けになります。でこちらは所ジョージさん大絶賛していただいた、
これすごいな、ほんまにドライになってる、うん、ドライだね。ドライ具合ちょっと確かめるわ。ドライ具合いただきます。うわめっちゃうまい、はい、これもギュッてなってる、うまみが、うん、うん、美味しい。おつまみとしてもすごい食べやすいから、うん、なんかとなんかの仕事の合間とかにもこれ食べながらっていうのがめちゃくちゃいいわ。へー、美味しい。最後に、はい、一番うちの中で奈良漬けらしい奈良漬けで、はい、刻み奈良漬けっていう商品があるんですけれども、はい、こちらが先ほども言ったの一緒なんですけれども、はい、酒粕が千代酒造さんの酒粕ね、はい、っていうお酒の酒粕を使わせてもらってて、あとみりんが飲めるみりんって言って、お土佐でも使えるような上質なみりんを丁寧に練り込んで、で混ぜ合わせてできてるので、とてもまろやかに召し上がっていただけると思う一品なので、結構ファンの方も多い、リピーターの方も多い商品になります。こちらですね、はい、もうナンバーワン、ナンバーワンナンバーワンぐらいめっちゃ美味しい。なんかこれザ奈良漬けって感じがしない、うん、美味しい、美味しいですね、めちゃくちゃ、うん、うちの中ではザ奈良漬けなんですめっちゃ美味しい。プラスこれも返礼品としてあるのでね、はい、ぜひふるさと納税お揃えていただいて、うん、これ来たらねめっちゃいいよな、嬉しい、うん、これ比べとかもなんかできそうですしね、うん、うん、セットとかもあるので、そうですね、はい、で次はですね、あのね、奈良県の有名な村のいちごにコトカっていういちごがあるんですよね、うん、で結構有名でめちゃくちゃでかくて、うん、濃度もめちゃくちゃって美味しいらしいよ、うん、食べたことない。で俺も食べたことなくて、まあ、知ってるんよ、うん、名前とか聞いたことあってめちゃくちゃ有名けど食べたことなくて、で今回の人にこちらのね萩原いちご農園さんにちょっと協力していただいてね、うん、ちょっとコトカちょっと収穫とかもできるらしいからちょっとやっていきますわ。はい、めっちゃ楽しい。うわやばないこれ。わあ、大きい。こんな、え、だって、すごい、すごいおてて、おてて、おててぐらい。手のひら。そうそう、うん、ほんまにでかい。うわ、でかいっすね。すごい。すごい。こんだけでかく育つんですよね。そうすごい。これもうなんか、はい、ずっといつまでもでかいわけなくて、めっちゃ大きいのがなって、だんだん小さくなって、また大きいのがなって小さくなって。なるほど。一発を食べてみますか。ちょっと一発食べてみましょうか。でこうまあいちごも持って、はい、でまあ手で受けてもらうね、はい、でこの根元を、はい、ここに爪入れてもらってプチってやる。あ、なるほど、いただきます。はい、どうぞどうよ。うまっ、めっちゃうまいですこれ。食べ終わったら今もこの辺に残るでしょ。残ってます、残ってます。そうそう、香り、はい、これがこうなんていうの、一番の、まあ、他のイチゴと何が違いますかって言われると分かりやすいなと。確かに、なんかほんまにすごい甘いよね、うん、とりあえず甘いけど、うん、これ酸味もすごい優しい、うん、味がしてめっちゃ美味しい、で口にもちゃんと甘さ残るしめちゃくちゃ美味しい。食べたい。そうじゃあちょっとこれいきますか、はい、さっきのような感じで取ってみて、うん、うわこれいっていいんかな、うん、これは結構なかなか一つのだけのなかなかの。そうですよね。よっしゃ、おお、めちゃくちゃでかい。これでかいね。え、これもういっちゃっていいんですか。いや、もうガブッと、うん、ガブッと、はい、いやこれやばいな。いただきます一口でいける。マジでうまっもうやばいなこれ。もう食べた瞬間にもういちごの果汁がもう口の中に一気になんか広がる、もうプールみたいに広がる。めっちゃうまいこれ。すごい、めっちゃうまいですねこれ。そうだから結構コトカはなんか、はい、たくさん食べて満足っていういちごっていうよりかはなんかもうほんと一粒で一粒食べて満足させてくれるいちご。確かに、うん、一粒一粒がすごいでかいから、うん、そう、ほんまにもう満足感がすごいな、ね、一粒だけでも。でやっぱりイチゴってそのなんか鮮度が一番やっぱり命で、はい、もちろん完熟してるのが一番美味しい時なんだけど、はいはい、鮮度がやっぱり落ちてくると味も落ちてくるのがイチゴなのね、はい、で真っ赤っかになってるとまあ餅も悪くなる、はい、だけどふるさと納税とかでこう食べてもらうやつは、はい、言うたらその日の朝に収穫しますよね。取って、はいはい、パッ
風にちゃんと選別したやつをパッケージしてお客さんのところにしてくれた方に届くわけだから、要は前の日まで畑、前の日の朝まで畑におったやつが次の日には、大体今まあね次の日には届くんで、次の日にお客さんはもう昨日朝取れたやつを買ってくるから、その鮮度的なもので言うと、ここで俺も取ったばっかりで食べてるけどさ、こんな美味しいイチゴ食べたことないもん、マジで、めちゃくちゃ美味しいわ。なんかこれ以外とかでも何かあったりとか。そうです、実はほどかは結構奈良市だけじゃなくて他の市のやつですけど、奈良市はさらにそのほどか、まさしくまあうちも作ってるこのほどかや道具が使われてるんだけど、そのほどかを使ったサイダー、サイダー、そう、サイダーなんかあるんですか。あるほどか、はいはいはい、とかもあるし、はい、で、あとは、ちょっと大人になりして、まあ、女性に結構人気なんですけど、はい、スパークリングワイン、ワインも出てるんですね。で結構人気な商品で、あ、そうなんですね。そこはもう、あの僕らその奈良県内の、あ、奈良市内の奈良さんの生産者8人で、はい、フォトカカンパニーっていうのを作ってて、そのみんなで取り組んで作ったのが、そのフォトの泡っていうスパークリング、でコトカサイダーは、まあ、うちの萩原いちご農園のいちごコトカ 100% 使って作ってるでしょ。なるほど、いや飲んでみたくなるな、それ聞いたら。ぜひふるさと納税してもらって、ぜひね、ふるさと納税このね、ほんまコトカのいちごぜひ食べてほしいわ。うん、食べてほしい。そう、こんないちご出ないよな、絶対に。ぜひ食べてください、これは。はい、じゃあね、今回ですね、ふるさと巡り Vlog みたいな感じでいろんなもの食べました。どうやった、もこさん的に。あ、全部美味しかったけど、1個めっちゃ甘かったな。1個めっちゃ甘かった。でも俺もさ、今回奈良漬けとかもさ、あんま普段食べなかったんよ、だからいざさ食べてみたらめちゃくちゃ美味しかったしさ、美味しかった。とりあえずめちゃくちゃ良かった。で、今日食べた商品なんですけども、奈良市にふるさと納税を納めた時にもらえる返礼品なんですよ、でそこからまあ選ぶことができて、もらうことができるよね、で奈良市にはですね、ワンストップ特例申請制度もオンラインでできるようになって簡単になったんよね。だからまあオフラインじゃなくて、もうオンラインでポチッと、まあ、インターネットからオフラインってオフラインで、そう、インターネットとかでね、一応ふるさと納税とかもできることになったんよ、他にもですね、奈良市には白雪付近とかさあ、とですね、奈良市に旅行した時に使える旅行券、まあ、宿泊券みたいなのもあるらしいんですよね、などいろんなね、まあ、素敵な返礼品があるからさ、奈良市ふるさと納税の特設サイトの URL をね、この概要欄に貼ってるんで、ぜひね、僕が生まれ育った奈良市に納税してみてください。いや、めちゃくちゃ良かったよね、でも今回良かった。ほんまに奈良ってこんな美味しいもんいっぱいあるやなって思った。そう、奈良市ね、ほんまにいろんな魅力があるんでね、もうこれやったらね、もういちご送られてくるよ、本当に。いちごも大和牛も奈良漬けもジェラートも送られてくるよ、ちゃんと。でさ、またさ、今年分のふるさと納税まだできるんよね、だからもう今のうちにね、ぜひしてください。あと、ちなみにね、このTVはこれからもいろんなね、楽しい動画を引き続きね、出していくので、ぜひね、チャンネルとかグッドボタン、そして通知ボタンもお願いします。じゃあ、バーイ。